ハイドンウッドはイングランドの作曲家、バイオリニスト。ハイドンウッドは1882年3月25日、ヨークシャーのスラスウェイトで生まれた。ウッドが3歳の時、家族がマンシマへと引っ越すことになり、この島の記憶が彼に作曲のインスピレーションを与えた。1897年、ウッドは王立音楽大学でエンリケ・フェルナンデス・アルボスにバイオリンを チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードに作曲を支持した。1901年、彼は王立音楽大学のコンサートホール除幕の特別演奏会でソリストを務めた。この演奏会には、ヨーゼフ・ヨアヒムやパブロ・デ・サラサーテが出席していた。彼らは非常に感銘を受け、巧妙な教師であったセザール・トムソンの下で学ばせるため、ウッドをブリュッセルに送った。彼は、 カナダのソプラノ歌手であるデームエマ・アルバーニを伴って世界ツアーに出かけ、その協力関係は以後8年にわたって続いた。1913年から1926年の間、ウッドは1909年に結婚したソプラノ歌手のドロシー・コートと広く演奏旅行を行った。彼は作曲、特に歌曲の分野で大きな成功を収めた。1939年からは、 彼は演奏権利協会の理事を務めた。ウッドの70歳の誕生日には英国放送協会が彼の音楽に捧げる演奏会を行った。彼は77歳の誕生日を2週間後に控えた1959年3月11日、ロンドンの介護施設にて他界した。ハイドンウッドは還元楽曲を多く作曲し、十五の組曲、九つの教師曲、 8つの序曲、3つの競争的作品と50、近くの他の形式の作品があり、そこには個々には180曲になる歌曲も含まれる。彼の還元楽作品は、主として、軽音楽であり、よく知られているのは山岳賞の幻想的競争曲である。他には、ロンドンに特徴的な組曲であり、特に、ホワイトホールの騎馬隊、ホースガーズ、ホワイトホールがよく知られる。 1916年に彼は妻のために大衆歌謡であるピカルディのバラローゼズ・オーブ・ピッカーディを作曲した。大衆音楽を書くようになってから、ウッドはミュージカルの作曲も始め、その中でも演劇ティナティナが最もよく知られている。公共詩マンシュママンニンフェインは4つの満島の民謡に基づいており、ウッドが 水奏楽のために作曲した二つの曲のうちの一つである。この作品は時に還元楽編曲版でも演奏される。ありがとうございます。